はい、よろしくお願いします。今回は数三の関数の増減についてお送りします。で、問題2問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、関数の増減で、まあね、動画始まってるんですけど、新しいことをやるのかっていうと、そんなことはなくって、数二で、まあ、この関数の増減やってるんですよね。特にこっちなんて数二ともろに問題被ってるので、別に新しいことやんなくてもできるんですが、やり方は同じです。その時と。いや、同じ。ただ、そのログが出てきたりとか、まあ、これはね、その当時なかったんで、そういったところが新しい要素として入るんですけど、やり方は同じになりますんで、まあ、気軽に聞いてみてください。で、増減を調べるには、まあ、次回からやる極大値、極小値の極値もそうなんですけど、増減表が必要になると。で、増減表を書くためにはまず微分する必要があるので、 f'x 求めていきます。で、これは f'x なので、まず肩の数字 x の4乗の4が出てきて、マイナス3とかけてマイナス12で、次数が1個下がります。同じです。3が出てきてかけて次数が下がります。2が出てきてかけて次数が下がりますと。これで微分が OK で、f'x イコール0の時が、増減表を書くのに必要になりますので、それを求めていくんですが、まずここで一回、まあ、自分はね、これ、マイナス12くくり出せるんですよね。で、x も出せるんで、まず出しておきます。自分はね、こうやって。で、くくり出すと、x2 乗、マイナス x、マイナス 2x。全体からね、マイナス 12x をくくり出すと、これが残ります。で、こいつ、因数分解できるので、先にやっておきましょう。x-2 と x+1 と。で、この後ですね、まあ、さっき言ったように f'x イコール0よりということで、まあ、これイコール0を求めるわけですよ。で、これは答えから言うと、これまあ、項が3つできてると。-12x、x-2x+1 と。で、これイコール0なんで、ここの項が0か、ここが0か、ここが0になればいいから、こっから出てくるのはマイナス1ですよね。あの、中学の時に、まあ、高校でもやるけどさ。こうなったら答えって、x イコール2とマイナス1が出てくるじゃないですか。で、それに、ここにマイナス 12x がくっついてるんで、こいつが0になるとき、つまり0のときね。っていう、この3つの答えが今回答えになります。だから、f'x イコール0より x イコール、まあ、順番一応並べようか。マイナス1、0、2と。この3つが答えになりますと。でですね、これ求めて普通に増減表書けばいいんですけど、ちょっと気をつけてほしいのが、なんかね、すごいちっちゃいミスなんですよ。ほんと細かいミスなんですけど、ワールドテストの時にね、やらかして3点4点持ってかれるってもったいないことが起きるので、気をつけてほしいのが、この、まあ、増減表書いたり、極値求めるときに、ここね、その一番次数が大きいところの係数が負のとき、まあ、マイナス3が出てるんですけど、この人注意してほしくって、これね、イコール0を求めるじゃないですか。で、イコール0を求めようと思ったときに、今、マイナス12も含めて自分くくり出したんですけど、マイナス12で割っちゃう方がいるんですよ。イコール0を求めたくって。そうすると、ちょっと書いておきますね。これ、イコール0で、マイナス12で割ると、x3 乗マイナス x2 乗マイナス 2x イコール0とこうなります。で、まあ、さっきと同じように x 出して残ったもの因数分解すると、まあ、当然こうなると。全体マイナス12割っただけなので、こいつのマイナス12割っただけだから、まあ、同じになりますよね。で、出てくる答えも一緒なんです、こうやって。だ何も問題ないように見えるんですけど、ちょっと後で話します。ちょっと置いといてね。では、話を戻してここまで来ましたと。で、前来と f'x イコール0がね、求めたので、それ使って、増減表書いていきましょうと。で、増減表も、数因時にいっぱい書いてて、それと同じです。一番左に、x、f'x、fx と、この3つを書きます。本当は今回の問題に限っては FX 必要ないんですけど、一応書かせてください。多分セットでね、やった方が分かりやすいと思うので、次の勉強とかにね。で、これを左から並べます。X のとこに。で、並べるときに、まずマイナス1なんですけど、
点点点マイナス1、点点点0、点点点2の点点点と。まあ、この3つを区切りにしてこう書きます。で、この3つっていうのは、f'x が0の時を求めました。つまり、この3つの時の f'x は当然0です。それを求めたからね。で、大事なのは、ここと、ここと、ここと、ここ、隙間のところがプラスなの、マイナスなの、正なの、負なのっていうのを調べれば、増減がわかりますので、あとはそれを調べていきます。まあ、大きい方から行きましょうかね。で、こっち、まあ、2より大きい数なんで、まあ、3でも4でも10でも100でもいいんですけど、まあ、10とか行きましょうか。f'x が10の時いくつかなって。で、f'x どこかなって考えると、ここなんですよ、ここ。ちょっとね、黒で囲っていいですか？今、これです。f'x ね。じゃあ、10を入れると、まあ、項が3つあるんで、これは負ですよね。マイナス 12×10 しても負。これは正。これは正。つまり、負かける正かける正になるので、ここは負になります。負かける正かける正だからね。で、次です。ここ、0から2の間なんで、まあ、1で行きましょう。1が入ってる。じゃあ、1を入れると、こいつは負。こいつも負。こいつは正です。x に1を代入するとね。だから、負かける負かける正なんで、ここ正になります。ここです。マイナス 0.5 とか行きましょうか。マイナス 0.5 入れると、これは正になります。正。これは負。これは正です。つまり、負は1個なので、負になる。掛け算するとね。で、マイナス1よりちっちゃい数。まあ、マイナス10とか行きましょうか。マイナス10入れると、これは正。これは負。これは負。負が2個あるので、掛け算すると、正になりますよって。で、まあ、書くとね、上って、下って、上って、下ると。で、極値求めろって言われれば、まあ、ここ必要になるんですけど、今回増減調べろなので、極値必要ないんで、ちょっと抜きますね。時間削減で。で、増減。今ね、f'x がプラスのところは、その元々の関数が増加してます。増えてるところ。f'x がマイナスになってるところは、その関数が減少、減ってるところです。だから、あとはそれを書けばいいので、増えてるのは、こことここ。つまり、マイナス1よりちっちゃい時だから、x がマイナス1以下の時と、0から2の間。この時。に増加しますよと。で、もう一個。負、まあ、負の時。まあ、減る時ですね。マイナス1から0なんで、マイナス1。から0と2より大きい時なんで、x が2以上の時に、で、減少しますよ、つって入ったかなあ、入ってるね。OK。これで終了となります。で、さっき何がミスするかっていうとね、その、まあ、自分も結構やりがちなんですけど、これ、まあ、マイナス12がめんどくさいんで、イコール0を求めるときにこうやっちゃうんです、自分は結構。で、やってしまうと、最後ね、f'x がプラスかマイナスか確かめたじゃないですか。で、さっきここ10を入れて確かめましたけど、こっちの計算残しとくと、f'x を、ここと、勘違いするときが出てきます。テストで。当然 f'x もともと扱ったんですけど、これ、マイナス12切っちゃってるので、f'x ではないんですよね。厳密に言うと、もともと変わってるからさ。いい？だから、ここにもし10を代入しちゃうと、10でしょ？ 8 でしょ？ 11 でしょ？正になるんだよね。変わっちゃうの、ここが。だから、そのマイナス12を切ってしまって計算した場合、イコール0だったら切っていいんだけど、計算上は。いいんだけど、こっちに戻してしまうと、逆になる、全部。で、罰食らうっていうミスが出てしまうので、ここ気をつけてください。じゃあどうするかっていうと、別にマイナス12で切っちゃダメってわけじゃなくて、f'x は f'x でちゃんと、なんだろ、はっきりさせておく、自分の中で。これが f'x ですって。まあ、今度は囲まなくてもいいけどね。だから最後、入れるときに、入れる場所を間違わない。これで計算してこっち持ってきてもいいけど、ここに入れるんじゃなくて、こっちに入れるんだと。その10とか1って数字をね。っていうのをぜひ気をつけてください。ね、そんなんやれよって思うかもしんないけど、結構やるんだ、これ。テストの時ね、すごいもったいないんで。まあ、頭の片隅にもね、ごめん、置いといてください。よし。じゃあ2枚いこうか。で、ログは来てるんですけど、やること一緒です。やること。
だからまず微分したいと。で、これは x かけるログ x、まあ積のね、微分になるので、一応書いておこうか。これとこれのパーツがあったら、どっちでもいいんだけど、微分してそのまんま、プラスそのまんまと微分する。ですね。では微分しましょうか。x 微分すると1です。で、そのまんまだから、まずログ x。1かけるログ x ね。プラス、そのまんまでこっち微分。ログ x を微分すると x 分の1です。だから、x かける x 分の1でこれが1になります。はい、微分完了。ね。で、微分が完了しましたと。じゃあ、イコール0求めましょうと。で、求めるとこれイコール0ですね。で、イコール0なんで、まあ1、右辺に持っていきましょうか。マイナス1にしますと。じゃあ、ログがね、まあ、自然対数 e 持ってますけど、これのマイナス1なのはどんな時か。これ、最高答え書いちゃおうか。x イコール e 分の1と、こうなります。e 分の1。で、e 分の1っていうのは e のマイナス1乗です。ひっくり返ってるからね。e のマイナス1乗。で、まあ、今自然対数があえて書くと e ですよね。ログ e の e。ログっていうのは、その、定と、真数 e がね、これがね、同じになったらそれが1になります。こう、当然。こう、1になる。ってことは、ここがマイナス1になるためには、ここがこうなればいいんですよ。そうすると、肩の数字が出てきて、ですよ。まあ、こういう状態になるからね。だから、真数が e のマイナス1乗なら e と。で、e のマイナス1乗になれば e から、つまり x は e 分の1ですよね、と。まあ、こんな感じで解いてください。で、まあ、増減表書いていきますと。でですね、ログが入ってるときは、一個だけです、注意点は。書くことは一緒なので、x、f'x、fx と書いていきます。で、さっきと同じ感じで書くんだったら、まあ、ポイントは e 分の1、ね、切り替えるところ。そこしかないんで、点点点、e 分の1、点点点と書けばいいのかなと思うんですけど、ログって、こう、真数、x ね。真数って絶対に正じゃなきゃいけないんですよね。ここ。絶対に正。だからそれがもともと与えられてるので、まあ元々書いてもいいんですけど、与えられてるから、ゼロスタートなんです。こっちないんで。もう決まってるからね。だからゼロ、点点点、今、ポイントになった e 分の1、点点点と、こうやって増減表を書いてください。で、ログは x イコール0を取らないので、ここはないです。まあ多分書き方として横棒とか書く先生もいるのかな、わかんないけど、順位と×書くんで、これ使いますね。で、まあ、これだけ用意しとけば、あとは同じです。e 分の1は f'x が0の時解いてるから、ここ0だと。で、あとはま、正か負かなんですけど、まあ、正に関しては、ま、めちゃくちゃでかい数入れましょうか、普通に。でかい数入れると、まあ、ログって絶対正じゃん。ね、正になるから、今、あと、e と、なんだ、絶対だね。数でかい数入れるから、どうすっか。普通に e の10乗とか入れようか。こうすると、ログ、e の10乗っていうのはこれ10です。10。だから10たす1で、ここは正になりますよ、と。で、こっちも一応ちゃんと調べると、e っていうのは、まあ、1より大きな数なので、e の2乗分の 1? 下がね、2乗数、どんどん数がちっちゃくなっていきます。だから、ここ e の2乗分の1ってここに入ってるので、e の2乗分の1って e のマイナス2乗ね。それをここに戻してあげると、これ、マイナス2。だから、マイナス2プラス1で、ここマイナスになると。まあ、自分今この値入れましたけど、まあ、わかる数字でやってください。で、そうすると、ここは下がって、ここは上がるというのがわかります。で、ここは、今ね、極地ちょっと求めないので、一応開けておきます。で、あとは書くだけです。増加は右ですね。だから、x が、e 分の1以上の時、インクの時に増加すると。で、ポイントはこっちで。ここ、0から e 分の1までなんですけど、0の時取らないので、0はイコール入れたらアウトです。小なりね、普通に。で、x 小なりイコール e 分の1。この時に、減少しますよって、インクやば。見えるかな？あ、大丈夫かね？申し訳ない。こんな感じで、ぜひ解いてみてください。
なので途中でもね、話しましたが、やってる流れは同じです。微分して、こうやってね、微分して、イコール0を求めて、そのポイントの場所、増減表のね、切り替える場所を出して、で、あと増減表を書けば OK ですよって。で、次回は極地の勉強が始まるんですけど、極地も一緒です。やることは。流れとしてはね。なので、ひとまずまあ、ログが出てきてもこんな感じで解けるんだっていうのを今回ぜひ覚えておいてください。では、今回は数3の関数の増減やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。